おはようございまっちょ。フォルテです。今日は本当にあったコンクール失敗談について話していきたいなと思いまっちょ。ね。まあ正直言うと僕はもうコンクール自体はもう30回いや40回いや300回いや500回持ったんですけど、結構受けてきました。でですね、まあ小さい時から小学生の頃からまあお教室に通い、ピアノのお教室にしっかりと通い、しっかりとコンクールを受けてきて、様々なコンクールに出てきました。そのコンクールだった本当に失敗したことについて、すべて話していきたいなと思いました。ね。まず、ちょっと。まず、幼少期は母の言うことを聞いており、しっかりとピアノも練習してました。そして、ピアノを弾くっていうこと自体、自分の音を聞いてなかったので、自分が下手くそとか、あとは緊張するとかいうこともなく、母に怒られないためにピアノを弾いてました。母に弾かされてたって話は置いといて。で、本当にちっちゃい時はコンクールとか受けても全く緊張とか本当にしてなくて、小学生の時は。で、小学校4年生の、まあコンクールを受けてる時に、なんか少しずつ人前に立つのが怖くなってきて、緊張するようになってきて、足も震えるようになって、手も震えるようになって、震えて、もう、震える、はーっていう西野カナが出現ですよね。もう超怖くて、超怖くて。でもその時は母の言いなりだったので、まあ弾いてたんですけど、初めてアンプが飛んだというか、飛んではないんですけど、演奏をしに行く舞台袖で、母に、曲がわからん、曲がわからん、アンプが怖いよって言って、で、おかんが、行ってきなさいと押して、まあ行ったんですけど、まあその時はちゃんと弾けたんですよ。でも、そう、アップが分からん、怖いよ、怖いよっていうことがあったことによって、そっから次のコンクールではもう一人でもアンプが飛ぶようになって、怖くなって怖くなって、どんどん人前でコンクールを弾くのが超怖くなりました。まあ中学校に入ってもコンクールとか受けてたんですけど、やっぱり、どんどん怖くなりました。一回その飛んだ恐怖によって、頻繁に飛ぶようになりました。もう、アンプがぽい、はい、ぽい、はい、音符がぽい、ぽい、ぽいのぽいで、もう、すごくアンプ飛びましたね。それによって、本当に辛かったですね。でも、それがあったからこそ、なんでアンプが飛ぶのかっていうのを突き詰めるようになって、まあ、中学校の時は、あんまコンクールとか受けてなかったんですけど、そのアンプの飛ぶ割合が、まあ、60% ぐらいでしたね。うまくいく時は言ってました。で、高校1年生、2年生と、まあ、無事何もなく過ごしてたんですけど、高校3年生で、魔の、アンプ飛び飛び時刻が来ました。高校3年生の時、コンクールに受けて、アンプが飛びまくりました。意味がわからなくて、ピアノの先生から歌ったらいいんだよって言われて、で、歌って練習しました。んたたでたたたたたたたって歌いながらピアノを練習して、そばみれどれしどれみどれみわれみファソミファソラソラファソファソミのみはみどれみれどとか全部歌って練習してました。で、高校3年生の時に受けたコンクールで、めちゃくちゃそれで練習してアンプいけると思って舞台に立ったんです。でもやっぱ怖くて手も足も震えてました。僕本当にビビリだったんです。その時はコンクールに出て引き出したんですよ。引き出して何が OK だと思います？アンプが飛んだんですよ。だから僕はそのまま口でそばめれたでアンプが飛んで、ホール中にレミドレミファレミファソミファソラソドファソラドずっと歌い続けて、コンクール皆さんハテナですよね。そのぐらい僕はアンプで失敗してきました。大学に入ってもあったし、正直言うとそのショパン国際コンクールインアジアってやつ、アジア大会のやつで、なんか優勝した時も正直アンプが飛んでます。ふわっとしてます。左手がふわっとアンプが飛んでます。あと右手の途中パッセージが軽くふわっとぐちゃぐちゃってなってますけど、うまーくごまかしてなかったようなことにして、どうにかごまかしじゃないですけど、そこをもう、あ、そこんなことはしょうがないと思ってずっと弾き続けて、まあ
それもトータル的にやっぱコンクールっていうのは判断するからっていうので、まあ優勝できたっていうのもあってできたんですけど、でも本当に失敗してきました。何回も泣いた。もうめちゃくちゃ練習したのにから怖くなって、なんで練習しとんのにこんなに怖いんだろう、手が足も震えるんだろうっていうので、何回も弾いた後にボロボロで泣きまくって、もうあるコンクールの時にアンプが飛んで泣きまくって、で次の日学校に行って、もう顔中 目もパンパンで、いろんな人になんか話しかけられてもすっごく不機嫌な感じで、大学1年生の頃みんなに当たり散らかしたの覚えてます。あの時はごめんなさい、大学の先生にも何かあったのって言われてたくらい、なんか辛かったです。アンプが飛ぶ理由が分からなくて、正直今も試行錯誤してて、どれだけ左手右手片手でずっと覚えてても急に飛ぶんですよ。急にふわっと、あの感じ忘れ、引き寄ってよし、いい感じいい感じいい感じ、あアンプアンプ曲が分からんなっちゃうので、やっぱり怖いなと思いました。でもその今までの全部コンクールは失敗談なんですけど、それがあったからこそ次それを起こさないための練習をして、アンプを飛んだとしてもうまくごまかしたりとか、アンプが飛んでも飛んでないように見せる努力ができるようになって、で結局のところアンプが飛んだっていうのを分かる人っていうのは、その例えばもう完全に止まるとかしない限り分かる人っていうのは、本当にその曲を弾いたことある人か、それか相当その曲に対して詳しい人かっていう方しか基本いないので、やっぱりだからそこまで気にする必要がないなと思ってきて、少し最近は楽になりました。ごまかしたらいいんだよ、ごまかしたら。こんなこと言うのはおかしいかもしれないけど、結局のところアンプが飛んでもアンプが飛んでないって思わせたら勝ちだし、それが気にならなかったらいいから。なんか僕がね、世界的なピアニストを聞いた時に、もうしっかりアンプ飛んでた、でもごまかしてた、上手に、なんか全くなかったことのようにそのまま進んでいって、俺めちゃくちゃその人の演奏がすごすぎてブラボーって言ってしまったし、よくよく考えてきて、皆さんユンディーリーって知ってますか？ユンディーリーはショパンコンクールのポーランドのやつで優勝したんですけど、その時一番最後のコンチェルトでしっかりアンプ飛んでます。しっかりアンプがふわって飛んでます。アンプが飛んでも、でも世界的な審査員たちは気にせずにしっかりと審査して優勝させたっていうのは、やっぱアンプっていうのはその審査員からしても分かることだし、誰しも起こりうることなんだなっていうのが、もうそのショパンコンクールで証明されてるので、だから本当に気にせず自分を信じて弾いてほしいなと思うし、コンクールがあることによって、俺はアンプという恐怖と戦うことができるようになったし、まあいい自分の追い込みをかける上でもいい目標でもあったから、受けてよかったなって思います。まあ相当な失敗をたくさんしました。たくさんやっぱお金もかかってるし、コンクール受けるのにレッスンもしてるし、あとやっぱりその先生に結果報告をすることが申し訳なくて、やっぱりだって考えてごらん、ちゃんとレッスンしてくれて、先生がまあ結構やっぱレッスンの時は上手なんよ、時に先生が大丈夫だよ、これは予選通過したよって言って、その予選でアンプが飛んで、まあ、パニックになって止まって、ふわ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 あーってなっとって、それで先生に報告で落ちましたって、なんで落ちたのって言われるよね。アンプが飛んだんですって。もうそのスランプの時は先生に毎回電話で泣きながら、ごめんなさい先生、アンプが飛びましたって言って、先生が大丈夫よって優しい先生だったので、って言ってくれて、また頑張ろうねって言ってくれたんで、よかったかなと思います。まあ失敗談でもあり、その僕のいい先生を見つけることでもあった、成功でもあり、あと自分の成長でもあったので、めっちゃコンクールを受けてよかったなと思います。まあ今後アンプの対策法についても少しずつ、まあ僕なりの見解で話していきたいなとは思うんですけども、とりあえず今日はコンクールだった失敗談です。あとコンクールで靴を間違えてスニーカーで出たことがありました。あとコンクールだった失敗談としては、曲を間違えたっていうのがありましたね。なんかその時10の1と10の4がどっちもでき始めた頃で、コンクールに申し込んだ時に10の4で申し込んでたはずが、まさかの10の1で、2、3ヶ月ぶりにいきなりコンクールでぶつけ本番で弾いたこともありました。まあそのくらい、まあコンクールの失敗談僕たくさんしてるから、いろんな、まあとりあえず今回はアンプの恐怖について、詳しく話していったので、また、興味があったらコメントしてください。ここまで見てくれてありがとう。みんなも、たくさんコンクール受けてたくさん失敗しよう。
たくさん俺も失敗これ今後も出していくから、このチャンネルはたくさん失敗をみんなの格好つけずにガンガン出していくので、みんな今後ともよろしくお願いしますよ。グッバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。